銀座センタービルは、1967年9月に、朝日川銀座通り商店街の中核施設として誕生したビル。通称、銀ビル。地元フリーペーパー、ライナーネットワークの同族企業銀ビルがあった場所の前身は、1909年に設立した芝居小屋、大黒座である。1920年に西木座と改称し、芝居のみならず、 映画も上映するようになる。1932年の時点では、旭川市内の映画館は、西木座と国技館、美万寿館、大将館の、軽4館しかなかった。その後、西木座は、松竹のロード将館となり、館名を、松竹座と解消するも、戦後間もない1946年1月、火災により消失。その後地は、同市内で、 朝日川国民劇場などを運営していた、本間工業株式会社によって売却され、銀営座として再建されるも、ほどなくして、映画館は閉館。そして現法人創業者だった安井和夫によって、銀座センタービルがその跡地に建設され、現在に至る。地上8階、地下1階の塔ビルは、結婚式場や展望回転レストランなどを有し、 当時の旭川市を代表する総合施設となっていたが、商店街の衰退とともに現在では、旭川銀座商店街の事務所や、宴会場、そば店などを残すのみである。地元デパート丸前三番館と隣接している。ABC 藤川健次。銀座は、こうして歩んできた。旭川、あまねくいたわり、事務会。2013年7月10日閲覧。 浦川町にある同盟の映画館とは別物。昭和7年の北海道の映画館。中原幸男の部屋。2013年7月10日閲覧。ありがとうございます。